はいどうも、パチオです、えー、今日はですねなんか、ね、野球の話でもしようかなと思うんですけど、えーまあ、僕一応中日ファンなんでね、あのー、中日を追っかけてるんですけどなんか中日ドラゴンズが次々と、えー、レギュラークラスの選手をトレードに出して、えー、新戦力を手に入れるみたいな、えー、そんなことをやってるんでね。 まあ、立浪監督の2年目ってのもあるし、ちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、とか言いながら、僕、今シーズン、ついぞ一度もプロ野球中継を見ることなく、プロ野球シーズンが終わったという、初めての年になるんですね。あのー、どうだろう、3歳とか4歳ぐらいからプロ、まあ、プロ野球というものを見始めて、 まあ44歳ですけど40年ぐらいで初めてですね物心つく前から初めてだと思いますいやーねまあきっかけはねテレビが壊れたっていうことだったけどでまあテレビなくてもいいやっていう生活してて結局ねあのプロ野球中継を一切見なかったっていうでラジオとかでね あのーまあ、僕、東海ラジオが好きなんで、ね、ガッツナイターとかをね、あの聞いてたりもあんまりしなかったんだよね。あふ、のーまあ、普段だったらね、あの結構ラジオを聴い,いてたんだけどね、特に20代ぐらいまでは。えー、まあ、それもなんか聞かずということで。で <laughs> まあ ね、今日のトレードで、あのーまあ、ずっとトレードに出る出る出るっていう風に予想はされていたんだけど、えー、京田選手選手会長とかもやってたと思うんだけどっていうあ出るんだみたいな、まあ、そんな感じはあるんだけどねで何日か前に阿部、えー、選手というねあのセカンドの選手、まあ、言っちゃえばここ最近の あのセカンドとショートのレギュラー,レギュラーというか、まあ、京田選手はちょっと最近出,出番がないけど、レギュラークラスだった選手がね、あのー、2人もトレードに出されて、でピッチャーを取ったんだよね、まあ。ピッチャーを取ったっていう目的とか、ね、あとその、誰を取ったかっていうのは、まあ、なかなか僕的にはいい選択だったんじゃないかなと思うんですけど。 ただ、その、ね、血の入れ替えって言ったって、あの、いくらなんでもその、中日側の方が、ね、出血が大きいんじゃねえかなっていうのは、まあ、誰しもが思ってることだよね。このトレードとこのトレードは両方とも損じゃねえかって思ってる人が多いと思うんだよね。まあ、ちょっと僕もね、それについては思うところはあるというか、 えーっとねまあ、簡単に言うとね、あのー、言っちゃえばレギュラーではあったんだけど、最下位チームのレギュラーなんだよね、2人とも。まあ、言ってしまえば、京田選手は、ね、平均に直しは2割5分も打ててるか打ててないかみたいな、た、まあ、多分プロ通算で言ったら2割5分打ててないんじゃないかと思うんだけど。 で、今年打率1割台ということで、えー、全く打てずというような状態。うーん、で、それでね、いくら守備が上手いからって、レギュラーですって言われたって、ちょっと困るよみたいな感じで。で、阿部選手はね、ものすごい大活躍してたと思うんですよ。まあ僕もね、Yahoo ニュースで見るレベルなんで、実際のね、あのー、 選手を応援している人たちからどう見られてたかは分かんないですけど、まあ、2割7分ぐらいの打率で、えー、ホームラン10本ぐらいのホームランに、結構打点を稼いでた印象がありますね。あのーまあ、中日はね、今年もなんだけど、得点力が全然ない中、えー、頑張ってはいたとは思うんですよね。だけど あの安倍選手に至ってはおあの、結構年齢いってますからねあの、今がもうピークであるという考え方もできると思うんだよね、あのここから先、どの程度上がり目があるのかっていうのも、やっぱ考えて、まあ、立浪監督がねあの、上がり目があるのかないのか分かんないけど、今のぐらいだったら若手を使ってみるかみたいな、そんな感じの選択を。 えっと、でなんか今年のドラフトで内野手4人取ったとかいうねあの非常にまあ中日にしちゃ珍しい、まあ、大体投手を取ってるよねみたいな印象なんだけどそんなこともあるんじゃないかなと思ってて、まあ、だからベテランと言われるような選手がまあ淘汰されていくのかなと思ったりとかあとね、あのー 生え抜きの選手って、まあ、ずっと頑張ってるから、応援したくなるのはなると思うんだけど、で移籍してきた選手って、あのー、本当、成功しないといけないじゃないですか、あのー、もしこれでね、全然1軍で投げれないとなったら、即座にクビの可能性もあるわけで、というか、僕ははっきり言って、あのー、切りやすいというのも込みでの、次にまたね、新しい監督が来るのか、辰巳監督が続けるのかは分かんないけど、 あのー、もしその、移籍してきたあの選手たちが活躍できなかったとしてそれ、あのー、手っ取り早く切りやすいというのもあるんじゃないかなと僕は思ってます。なんならその血の入れ替えというやつを、えー、まだ今後ね、てか来年、今年かもしれないし、来年かもしれないし、まだあると思うんだよね。 えー、そういう時にね、やっぱり選手の枠というのは大事で、でその戸様の選手っていうのは、活躍しなかったらさっと切ることができるんで、まあ、そういうことも考えてるのかなみたいな、で、その、生え抜きの選手を切るっていう話になると、ね、おいおいってファンをねざわつくと思うんだよね、まあ。というのもあってじゃないかなと思いますわ。で まあね、僕見てなかったんであれなんだけど、まあ、中日ファンって中日が最下位になることに対して全然慣れてないと思うんだよねまあ元々そんなに割と上位にいることが多かったしまあねあの落合監督の時とかにやったら、ね、A クラスにずっといるでもまあ星野先一 の時代だってそうだったし、まあその後を継いだ、継いだね、あの高木さんとか、ね、山田さんとか、ね、そういう人たちだって、あのー、A クラスを取って、その後ちょっと成績が落ちて交代みたいな、まあそんな感じで、一回は上位にいるんですよね。まあ確率二分の一とかで上位にいるのにもかかわらず首を切られるというような状況。あのー、最下位というのには、慣れてないんですけど、 ま、ここ数年というか、もうここ10年近くだよね。あのー、もう B クラスが定位置みたいな。なんか、およそ中日らしからぬみたいな感じのはあって。で、言ってしまえば、あのー、まあ、ね、戦力外だったかな。あのー、平田とかもそうだけど、あのー、レギュラーでずーっと頑張ってはいたけど、その、B クラスの チームの絶対的レギュラーっていうイメージだったよね。そのんで、まあ、今、長期契約をしてたんだけど、全然活躍できずみたいな。まあ、切られて当然だよね、みたいなところもあったりとかしつつ。だけど、だから今後、その若手がね、いろいろ出てくるのか出てこないかっていうのは、やっぱわかんないんだけど、 まあそうやってね、上の方をパツンと切ることによって、その若手が無理くり出るような状況に持ってくみたいな感じなんだと思うんですよね。立浪監督の考えているのはっていうか。でもね、なんかそれってね、あのー、嫌な、あのね、DNA になる前のさ、横浜ベイスターズがなんかそんな感じだったよねっていうような、なんかそんな感じがするんだよね。 で、言うなら、その、今、中日球団そのものが、なんかその当時の DNA に買収される前の、あのー、買収というか、ね <laughs>、買収でいいのかの前の横浜ベイスターズにとっても近いような状況、球団がやる気ない、金出す気がない、で、お金を出す財力もないという。で、ね、その、 まあ、あんまり活躍してくれるのは、活躍すると年俸を上げなきゃいけないからみたいな,な状態。で、多分ね、あのー、再下がずっとかね、あの位がずっと続いてたっていうのもあって、その、プロ野球のチームとしてのトータル年俸って、今、中日って多分11番目か12番目ぐらいだと思うんだけど、やっぱ勝ってた時期はね、その平均年俸とかも高くて。 でね、負けが続いてるから年俸なかなか上がらなくてってどん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 魅力のない球団になっていくんだよね選手にとってもあのプロ野球ファンにとってもまあ僕はねその中日が強いのが当たり前みたいな状況でずっと育ってきたしもうあの弱いっていうのをちょっと受け入れがたいところはあるんだけど。 まあだけど、それからどうやって這い上がっていくかっていう楽しみもあるよね、とは思ってるんだけど、なんか球団がやる気がねえっていうのがもう見え隠れしちゃって。で、その、なんならその中日球団は、その中日ドラゴンズが強くある必要性はあんまりないんだけど、観客は入ってお金はいっぱい欲しいという、なんかちょっとね、むちゃくちゃなことを、まあ言ってしまえばね、そのお金がないんでしょうね。 だからその、ちゃんと儲けが欲しい。で、その儲けを出すことができないから、とりあえずコストはどんどん削減したいっていうね。もう悪循環悪循環だよね。ほんで弱いから、あの、ファンもなかなか球場に足を運ばないっていうね。うん。あのー、正直ね、あのー、どっか買ってくれないかなーって思ってんだけどね。本当に <laughs>。まあ。 なんかありそうな気がするけどね、その中日球団ぐらい買ってくれそうな球団ところは。なんだろうなら、あのホリエモン今ならどうですかっていう <laughs>、ねあの。ネット関係の会社っていう、サイバーエージェントとかはダメなんだよな、<laughs> やる気ない、多分買う気ないよなとかね, <laughs> ねあの、そういうことを考えちゃうんですけどね、どうなんでしょうかっていうことで。まあ、僕ね最近、うん 最近というか、ね、あのー、もう野球をね、そ,のまあ、それこそ去年だって年間数試合しか見てなくて、今年もうずっと見,、ね、見なかったっていうことでもう次、次いつプロ野球中継を見るのか分かんないんだけど、まあそのねあのー、僕がその、ね、中日球団が気になって気になって仕方なくて、ラジオをつけるような。 活躍をねちょっとと期待したいと思うんですけどねどうかな無理かな数年は無理なんだろうなっていうか、あの、うまくいけば来年ぐらいから強くなるんじゃないかって僕はあの予想してたんですけど、どうでしょうかね。<laughs> ということで終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ